サントドミンゴの国民宮殿の議事堂である。また議事堂であり、官邸ではない。ドミニカ共和国独立100周年を記念し、1944年2月27日、ラファエル・トロヒーヨ大統領の命を受け拘束された、イタリア王国の建築家であるグイド・ダレッサンドロ、ロンバルディにより、バナナ戦争中である1916年から1924年までの、 アメリカ軍政下に建設された旧大統領官邸敷地内にて着工。翌々1947年8月16日の観光日には豪勢な装飾がなされ、ドミニカ共和国で建てられた最も美しい建物の一つとしてみなされている。メインフロア3階デザインは新古典主義様式であり、蒸気を含む全地上3階建ての建物である。 中央ドームの高さは34メートル、直径は18メートルで、内部では18本の柱がドームを支えている。建物全体で使用されている大理石のほとんどは、ドミニカ共和国国内のサマナ州とカバジェロの採石場から算出されているものであり、国民宮殿の複合施設には、宮殿と同じ建築様式で建てられたサンラファエル・アルカンゲルの大統領礼拝堂にも含まれている。 宮殿及びカリアティーズの間は、ゴッドファーザーパート2の大晦日のシーンに用いられた。ありがとうございます。